皆さんこんにちは。最年少の女性皇族である愛子さま、今回は愛子さまが慶宮さま式典で秋篠宮家にまさかの扱いについて紹介します。まずは愛子さまの経歴とプロフィールから紹介します。敏宮愛子内親王、2001年に生まれ、日本の皇族、いわ愛子。ご称号は敏宮、お印は御用つつじ、勲等は宝冠大綬章、御位は内親王、日本赤十字社常勤嘱託職員、今上天皇と皇后雅子の第一皇女子、上皇と上皇后の皇孫にあたる、2000年代に誕生した初の皇族であり、2021年12月1日現在、17名の皇室構成員のうち最年少の女性皇族で、内定皇族である。2022年3月17日、成年の記者会見を行った。同年夏、宮内庁は2023年度予算案に愛子内親王が着用するティアラなどの装飾品の制作費を再び計上しないことを明らかにした。理由はコロナ禍で国民が苦しむ中で、愛子内親王が両親の気持ちを考慮し、誇示したためとされる。2024年1月22日、大学卒業後の同年4月1日からの日本赤十字社常勤嘱託職員への就職が内定したと発表される。同年3月20日、学習院大学日本語日本文学科を卒業。卒業論文は式子内親王とその和歌の研究。また、3月26日に伊勢神宮、3月27日に神武天皇陵を単独参拝した。これに伴い西宮歴史博物館、五木の宮歴史体験館も視察。自身初の単独地方訪問となった4月1日、日本赤十字社に入社し、清家敦史社長より辞令を受け、事業局パートナーシップ推進部ボランティア、活動推進室青少年ボランティア課に配属され、常勤嘱託職員として勤務開始。同年4月23日、赤坂御苑で開催された春の園遊会に初参加した愛子さまらが、上皇さまのいとこにあたる慶宮さまの墓地で拝礼されました。東京文京区にある上皇さまのいとこ、慶宮さまの墓所では、10年式年祭りが営まれ、秋篠宮ご夫妻や天皇皇后両陛下の長女愛子さまら皇族方が出席し、拝礼されました。慶宮さまは10年前の8日、66歳で亡くなりました。愛子さまが墓所祭に参列されたのは初めてです。天皇皇后両陛下や上皇ご夫妻は出席せず、勅使を送られました。2024年は、3月に天皇皇后の長女である、愛子内親王が学習院大学文学部を卒業。9月には秋篠宮家の長男である、悠仁親王が18歳の成年を迎え、その後には筑波大学附属高校を卒業して大学進学が予定されるなど、次世代の皇族が新しいステップに進む年である。愛子内親王は2001年12月1日に誕生した後、皇太子の娘として常に注目を浴びる存在であった。2004年には父である皇太子が撮影したビデオでパパと呼んでいる姿が公開されたり、学習院幼稚園で大玉転がしをしている映像がテレビで流れたりして、その成長の姿は人々に記憶されていった。それは男性皇族が減少する中で、2005年から2006年にかけて小泉純一郎内閣の下で女性天皇の可能性が議論されるなど、愛子内親王に女性天皇として即位する可能性があったからだとも思われる。しかしその後は必ずしもその足跡は順風満帆なものとは言えなかった。2006年9月6日に悠仁親王が誕生し、女性天皇の即位を可能にする皇室典範改正の議論は低調となった。2004年に適応障害の診断を受けて療養生活に入った雅子皇太子妃は、公務の機会も減少し、それに対する批判も数多く出た。皇太子を辞めるよう主張する廃太子論まで登場し、眞子内親王、佳子内親王が注目を浴びていた秋篠宮家とは対照的に、皇太子一家には逆風が吹いていた。愛子内親王自身、学習院初等科2年生の時に不登校騒動が浮上。その後も母親である雅子皇太子妃が登校に付き添っていることなどが週刊誌などで報じられた。また、
2016年の15歳の誕生日に際して公開された映像では、それまでより痩せた姿が映し出され、週刊誌などでは摂食障害ではないかとの報道が相次いだ。世間も愛子内親王をどこか冷たく、もしくは批判的に捉えていた。2016年8月の平成の天皇による退位の意思をにじませたお言葉の発表がきっかけであった。新天皇の即位が近づく中で、皇太子皇太子妃の思考や行動にメディアの注目が集まっていく。そしてその長女である愛子内親王も人物像などがクローズアップされるようになった。学業成績は常にトップクラスであることはたびたび記事になっている。また2017年3月に学習院女子中等科を卒業した際に発表された作文「世界の平和を願っては」を大きな反響を呼んだ。広島の原爆ドームを訪れた時の体験をもとに、平和は人任せにするのではなく、一人一人の思いや責任ある行動で築き上げていくものだからと書かれたこの作文からは、異例の旅を続ける平成流の在り方が愛子内親王に伝わり、内面化されたことを示した。また令和となり、天皇と皇后の存在がよりメディアで取り上げられる中で、家族3人の姿も注目されるようになった。例えば2023年5月には即位5年結婚30年を記念した特別展を両親と見学、愛子内親王が天皇にプロポーズの言葉の再現を促す場面もあり、天皇は苦笑いしていたとまで報道された。静養先などでも愛子内親王の声がテレビカメラを通じて伝えられるようになった。両親と一緒の場面でのこうした微笑ましいやり取りから、20代の内親王の等身大の姿が人々に広がっていった。さらに2022年3月17日には成年の記者会見を行い、その場でも一人で記者を相手にユーモアある回答を展開、その姿も高く評価された。一方で秋篠宮家に対する評価は、平成の皇太子一家とシーソーのように逆転していく。きっかけは眞子内親王と小室圭さんの結婚をめぐる騒動であった。これが長期化し、しかも金銭トラブルを発端に様々な憶測を呼ぶような報道もなされたことで、週刊誌やネット上では秋篠宮家批判が展開されるようになる。以上のような愛子内親王と悠仁親王の歩みを見てくると、人々の移ろいやすい関心という側面を感じることができる。メディアの報道もまさにそうした観点からなされている。それゆえ、ある時は持ち上げられ、そしてある時は下げられる。その構図が平成の時とは逆転したのが今である。しかし再逆転しないという保証はない。天皇皇后両陛下の長女敏宮愛子さまは4月1日日本赤十字社に入社し、東京都港区にある本社に出勤した。ネイビーのスーツ姿の愛子さまは本社玄関前で取材に応じ、冒頭のように抱負を述べた。愛子さまは現在ボランティアの育成や研修などを担当するボランティア活動推進室の青少年ボランティア課で常勤の嘱託職員として働いている。20歳の成年皇族となった愛子さまは2022年3月初めての記者会見で、ボランティアとして被災地で活躍されている方々の様子をテレビなどの報道で目にしまして、人の役に立とうと懸命に活動されている姿に非常に感銘を受けました。私自身災害ボランティアなどのボランティアにも関心を持っております。盲導犬や聴導犬といった働く動物たちにも学校主催のイベントや動物についてのフォーラムの折などに触れる機会がございまして、動物好きの私といたしましては心惹かれるものがございますなどと述べている。国民の幸福を常に願い、国民と苦楽を共にしながら務めを果たすことが皇室の基本である。特に被災者や障害のある人といった社会の弱者に寄り添うことがより皇族たちに求められている。その意味でも若い内親王佳子さまと愛子さまが目指すところと重なる。これからの2人の活躍が大いに楽しみだ。長女小室眞子さんの結婚問題以降、何かと批判にさらされている秋篠宮家、次女佳子さまが宮廷の増改築工事のための仮住まいだった御仮寓所に住み続けていることが明らかになったが、経緯や経費をめぐる宮内庁の曖昧な説明のために混乱が続いている。
なかなか収まらない背景の一つには、秋篠宮家側の意向が国民に伝わってこないということもある。秋篠宮家と長く親交があるジャーナリストや、秋篠宮家の事情に詳しい関係者は、誤解されている間違った情報が多すぎると口を揃える。佳子さまが一人暮らしを始めた理由として、週刊誌などに書かれているのが、ご両親である秋篠宮ご夫妻との不仲説、姉の眞子さんの結婚にあたって姉を応援した佳子さまとご夫妻の間に生じた溝が今回の別居につながったというものだ。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。